6月20日土曜日、県外移動が解除されました。でもまだ徐々に解除ということで、私たちはまだしばらく県外への移動は自粛したいと思っています。埼玉県のホームページを見ても観光のところは三角になってます。他県に行くのは避けたいな。他県に行っても数十キロ以内か、それぐらいの活動にとどめたいと思っています。そんな中、今日は川口方面、息子のところにセリアで買ったキャンプの小道具お届けに上がります。母ふーさん、息子に持ってくって言ったらあれもこれも持ってきたいということで、今日はロードバイクのお尻にこんな感じでくっつけて重々のお尻で走ってます。マウンテンバイクよりは当然楽です。後ろから押されてる感じがします。今日は28度止まりということで、自転車日和、北風に乗って川越から川口方面に行きたいと思います。正面が川越東高校になります。ヤギさんいます。羽倉橋上流側の工事終わってます。土曜日の荒祭の土手です。右手が秋ヶ瀬公園です。自転車の人がいっぱいです。一本裏道に入ったら結構趣があります。蕨陸橋を越えます。到着です。息子への差し入れ、はい、いっぱいだね。ありがとう。いっぱい海苔もお付けして。嬉しい。はい、ここにね、おー、希望。これね、これがあのごとく、うん、きゅうり食べよう。きゅうりとナスと、うん、ナスも食べよう。梅干し、うん、ナスなんて高級でしょ。お吸い物、ナス1個しかできないから。あれ、あー、そうでしょ。あとこれね、紫玉ねぎだからサラダに、うん、お弁当に作ってるんでしょ、うん、あ、作ってる。嬉しい。1日1個入れるの？いや、もう今梅干し持ってないんだよね。じゃあ1日1個入れられるよね。そうだね、うん、うん、ありがとう。あ、そご飯食べた？そうね。そうね、もう食べたの？いいね。これ、私の手作り。これ以上、受け渡し完了です。何買う？今日はこのためにこの仕様にしてきました。お母さんがこのために受け渡しも終わったので帰るぞ。これ飲んで爽やかになって川越に帰ります。かけしますか？あ、お願いします。ありがとうございます。じゃあ12個のポン酢がお一つで630円ですね。正解でよろしいですか？はい、はい、ありがとうございます。370円の釣りです。このお店です。はい、コラボしてますんでね。おお、はい。袋20にしましょうか？あ、お願いします。はい、このお店です。南浦和行き前、なかなか魅力的です。パニアがあればお買い物も楽々、帰りがけ素敵な神社に立ち寄りです。ここはうさぎの神社なんです。ここの手水はうさぎさんがくれます。こう書いて月神社と呼びます。至る所にウサギさんがいるんですよ。かわいいな。緑が濃くて気持ちがいいです。払いたまえ、清めたまえ、守りたまえ、笹先は先場へたまえ。はい、2杯2拍手パンパン、いっぱい。
コロナ退散。うさぎちゃんピューです。アジサイも綺麗です。涼しい風が吹いてきます。ここのお稲荷さんは箱入りです。旧本殿って書いてある。立派だよ。ゴールドのうさぎさんです。穏やかな公園でたこ焼きです。今日はポン酢でいただきます。ポン酢が熱々。ちぎりパンならぬちぎりたこ焼き、いただきます。食べ頃で美味しいです。大きいぞ。まだ熱くて美味しいね。まだ熱くて美味しいね。水橋まで帰ってきました。白バイさんが練習してます。かっこいいです。気合い入れてます。こんな練習してる人たちにかなうわけがありません。安全運転しましょうね。以上、白バイの人たちでした。ちょっと可愛い鳥がいる。はい、お疲れ様でした。これに入れて3時26分お疲れさん。美味しいです。新デザイン、飲んでみる。ビターな感じ、美味しいです。タンパク質の補給です。午後はご苦労さん会です。